キャラが一人もいなくなっちゃったよ。僕は一体これからどうすればいいんだ。ちょっと待てや、まだこの私、親方様が残ってるやろかい。今日こそこの私を上下の3にしろや。さもなければ無限城ごとぶち壊すぞこら。いや無限城ごとはやめて。というわけでみんな、ついに私も上下の3になったよ。みんな、これからまたよろしくね。ついに親方様も上下の3になられたのですね。素晴らしい闘気です。私もこうしてまた親方様にお会いできて嬉しい思いです。同じ上下の3の仲間として頑張っていきましょう。親方様、これからまたよろしくお願いいたします。うん、親方様が上下の3になって、みんな喜んでくれてよかったよ。これからもみんな仲良くするんだよ。ちょっと待てやー。無惨様、なぜ親方様が上限の3になっているんですか。あれだけ今まで親方様を上限の3にしてこなかったのに、一体何があったのですか。バカ野郎。親方様は我々の仲間だろうが、なぜお前は親方様を上限の3の仲間に入れてあげるのを拒むんだ。親方様を仲間外れにするのはやめろ。いや、それをしてたのはあんただろう。まあまあ、無惨君も若狭君も落ち着いてくれ。ついにこうして私も上下の3になったんだ。同じ仲間としてみんなで仲良くしていこうじゃないか。確かに親方様の言う通りだな。これからはみんな仲良くしていこう。よーし、そうと決まればこれからもさらに頑張って上下の3を増やしていくぞ。と言ってもネタがないから、視聴者のみんなコメント欄にネタ提供よろしくね。いや、また視聴者だより。